ちょっと今からですね、今日は家に帰らないで。おはようございます。やばい、めっちゃ寝起き。頭が働きません。今日は私のある一日に密着したいと思います。ティッ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 ティ。いつもはね、隣の部屋にあるベッドで寝るんだけど、今日はね、なんとラプンツェルルームにお泊まりしました。イエーイ。目覚めたらこんな感じ。おはよう、朝よ、起きて。ということで、私の一日スタート。起きた。起きました。おはようございます。ラリー君も寝起きですか？時刻は10時半をお知らせいたします。掃除機をかけていきたいと思います。はい、本当に何もしてないのにさ、白いモフモフがね、生まれるわけなんですよ。本当にどこからやってくるのって感じだよね。このラプンツェルルームと、あといつもの寝室を合わせてだいたい10分から15分ぐらいかけました。10時45分になりました。続いて何をするのでしょうか。座ります。はい、揉みます。ということでストレッチタイムでございます。この間出したナイトルーティンでもストレッチやってたと思うんだけど、夜も朝もやるようにしてます。もう本当に小さい頃から体が硬くて、でもね、最近やるようにしてて結構ほぐれてきて、もともとは80度ぐらいしか開脚できなかったんだけど、なんとですね、最近ここまで120度130度開くようになりました。11時になりました。毎日ね、朝プロテイン飲んでるので、プロテインを飲んでいきます。ベリベリベリ風味です。スプーン1杯分入れて、少量の水を入れて混ぜます。そしてその後牛乳を入れて、あと氷も入れるの。それで混ぜて完成です。結構ね、シェイクみたいにふわふわになって美味しい。完成、いただきます。うん、美味しい。シェイクみたいな感じです。プロテインのお仕事お待ちしております。大変大変、遅刻しそうだ。やばいよ、ちょっとさすがにやばい。やばいやばいやばい、急いで準備。やばいです、パッキングしないと。もう時間がない。適当パッキング。レッツゴー、適当適当。あ、くす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 。玉チューブ。今からボイトレに行ってきます。3時からボイトレです。頑張るぞ。おう、ということでボイトレ終わりました。そもそもなんでこのキャリーケースを持ってきたのかっていうと、ちょっと今からですね、今日は家に帰らないである人のお家に行きます。ずっちゃ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 、誰でしょう。ファってファって言った。ゴーゴーレッツゴー。お邪魔します。動画回ってます。ということで、今回私がやってきたのは妹の家です。パフ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 。玄関にニモがいた。何このパズル、かわいい。すごい、自炊してるの。え、かわいいピクサーパズル。妹のルームツアー全部は写せないから、ディズニーグッズだけ写しちゃうへん。これはミッキーマウス店のやつらしい。かわいい、めっちゃかわいい。これもミッキーマウス店のやつ。ファンタジアの巾着、これも巾着。巾着なんか買っとんや。プリティファンタジア、これも買ったらしい。かわいい。ででーん、トイストーリー。これ実はね、なんかのタイミングでプレゼントであげたんだよね。ちょっと動画貼っておくので、よかったら見てください。嬉しいね、置いてくれてて。大木なのきさん、これは、あ、それを見てます。なんかあの、くじで引けて、かわいい。これ欲しい。実際だ、実際だ。これちょうだい。6時半なのでご飯食べてきます。なんとお好み焼き、ブンブン。てか、そもそもなんでこの家に来たかっていうと、ボイトレの場所と明日の撮影の場所が同じ方面だったので、今日はね、妹の家に泊まらせてもらうことにしました。来るのね、実は2回目なんだよ。ご飯行ってきます。 See you。
ということで、ごちそうさまでした。イエーイ。今ね、8時になりました。今日はね、動画を出してない日だから半分お休みということで、今から編集したいと思います。半分お休みだから編集するっていうのも謎なんだけど、今から編集します。うわー、ドパッドパッド、パソコン重かった。編集します。はい。何笑ちょけてんの。ジャンポケの斉藤さんでさ、はぁ、たまたまということで、真面目に8時から編集タイムでございます。だいたい2時間ぐらい編集したかな。今日出す動画じゃなくて、もうこの動画、今出てるこの動画をちょっとだけ編集しました。撮りつつって感じだね。皆さんこんばんは。ただいまの時間、もう眠いです。10時になりました。ピーン。ということで、ここからですね、お風呂に入って、なんと住吉兄弟がお送りする姉妹ですね、名探偵コナンタイム。2人ともちっちゃい頃から名探偵コナン大好きで、カラクレナの修学旅行をテレビにつないで見たいと思います。ね、あのさ、あれ怖い違う、あのさ、ねえねえ、違う、なんもないって、本当になんもない。コナン派か、新一派か。コナン派か、新一派かで同じ。じゃ、分かった、新一派か、キッド派か。ずっちゃ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 、キッド派。おー、赤井さん派か、安室さん派か。赤井さん派。へえ。劇場版ニャー探偵コナンヒーローの残ギャン。いや、めっちゃ楽しみ。映画コナンタイムを満喫して明日に備えたいと思います。明日は遅刻できない、絶対に遅刻できない。バイバーイ。ドゥルドゥドゥドゥルドゥルルルドゥルル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 ル。ということで、24時45分です。そろそろ寝る時間なんですけれども、何やら書いております。これはですね、今日習ったボイトレのことをメモしてます。一応メモはしてたんだけど、もうね、習いながらメモするのが超苦手で、もうぐじゃぐじゃのぐにょぐじょに書いてあるから、ちょっと書き直して後から見ても分かりやすいようにしてます。ではおやすみ、グッナイ。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。インスタとツイッター3つのチャンネルもやってるので、概要欄からフォローよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。